明日月曜日ね。私は明日5時半起きってことをちょっと今知って、ちょっと前に PM 明日5時半に起きなきゃいけない。早すぎてびっくりした。ね、寝れるかな。フードフェスは、フードフェスあるんですか？フードフェス？最近早起き、そう。5時半は早いよね。フードフェスは行ってないよ。あ、そう、フードフェスは行ってないです。あるんだ、逆に。今日は早めに配信終わりましょう。まあまあまあ、全く眠くないよまだ。まあいいや、起きれ、寝れんくても。フードフェスは行ってない。あるんだね、知らなかった。全然なんか周りで聞かない。ツイッターとかも流れてこんし、あるの知らなかった。そう、こんばんは。そう、今日しっかり寝れたから明日の分も多分寝だめできてるので、まあ寝だめができて。大きい青虫、ちゃんとイチゴの絵文字をつけてたでしょ。5時半起きの場合何時に目覚ましかけます？5時半40、45、50、55、6時かな。多分45とかに起きる。6時半に起きれたらいいけど、最悪間に合うギリギリまで寝たい派なので。いちごじゃないやつ、あー、緑の方、いちご飴が乗ってたあれのこと言ってる。こんばんは。あと3日で1400ね。あと3日、緑の方マジイモムシに見える。いちご飴が見えるのは分かる、イモムシに。丸い芋虫。ハロウィンはあさって。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。今日は決済、あ、決済今日まで、決済今日までです。お話し会の決済、ガチゾンビメイクね、一回してみたいって思うけど、なんか真っ白のカラコン入れて、黒目がない真っ白のカラコン入れてしてみたいなって思う。なかなかでもタイミングがむずいよね。
もう間に合わんしね、今から頼んでも。むずい。真っ白なからこ、いや、あれやってみたい。黒目消えるやつね。こんぐらいの大きなカラコンをこうやって入れるやつ、上に入れて下に入れて。そうね、こんぐらいのカラコンですを上から、上にからちょいって入れて、下もちょいって入れてみたいな。普通にちょんってつけるんじゃなくて、こんぐらいのあるんですよ。めっちゃ大きいやつ。目ん玉の半分丸どうやって取り出すの。こうやって取り出すのは簡単じゃない。真ん中の方をピッて引っ張れば。入れるのはむずいけど、大きいのを取るのは真ん中を普通にピッてすればいける。でもつけるのがむずい。上から入れて下から入れてみたいな。こんぐらいのなんかハロウィン用のカラコンがあるんですよ。外すのは普通に引っ張るだけです。あれやってみたいなと思うけどさ、ね、やってみたいなって思って、注文して届くまでにさ結構時間かかるから、なんかそれ考えたら、なんか届くのを待つ間にやりたいモチベが下がるよね。ああいうのね、その辺じゃ売ってないから通販でさ頼まんといかんのやけどさ、な、来るの待ちよったら2週間かかるんかと思ったら、いつもめんどくさくなる。そう、通販普通には売ってないね。ね、そこまでしてかってなるよね。2週間とか待って、やってみたいけどね。今年はハロウィンにお話し会とかもなかったから、変装をする機会もねそもそもなかったので、お話し会でハロウィンコスプレやりますってちゃんとやってたらね、よかったかもしれないけど、そういうの。こんばんは。買ってかないきなり。ユミリンさんが卒婚するから、どっちが先決まったんだろうね、逆に。卒婚かな。でも卒婚関係なくない？ハロウィンはないじゃん。別にお話し会やろうと思ったらできるけど、まだ始まってないからね、オンラインが。普通にまだ始まってない。別に今日もできなくはない。予定的に被ってないから、卒コンと今日。こんばんは。他のグループしてたよね、ツイッターで流れてきた、お話し会ありがとうございましたっていうツイート。コンサート前に入れたくない？でもたまにあるじゃん。あるよ、全然関係なくあるよ。なんならだってコンサートの次の日にあるじゃん。
コンサートと花だれの間にあるじゃん。あんま関係ないか。コンサート前とかは関係ない。あんま関係ないんですよ。だからコンサートの後にオンラインとか、そこまでそんな深く考えてはないよ絶対。こんばんは。コンサートの次の日お話し会か。で花だれで遅刻でしょ。深く考えてなんかな、ようわからんよね。ちいかわかわいいよ。STU の制服っぽいって、そうでしょ。キツネさんタコありがとうございます。オンラインのために急いで帰らなければいけない。そうね、かホテル。でも5日もさ残る人いるよね。5日1回帰って5日来たりせんよね。花だれホテルで スパイダーマンっぽい？マジ？ね、鼻だれがあるから。ヤスルパンさん、かわいいギフト。ありがとうございます。確かにあんなお話し会ないもんね。確かにあんなパンはお話し会ないわ。確か。こんばんは。1397。11時の入場券いつ来るんだろうって。まだじゃない？だってまだ2週間ぐらいあるじゃん。4日前とか3日前ぐらいなんじゃない？こんばんは。まだ2週間ぐらいある。3日前、4日前、4日前、4日前とかなんじゃない？県外の人とかでも出発できる？
くらいには届くだろうから、遅くて4日前。こんばんは。A 席、 A 列、前列ってこと？すごいじゃん。確かに八が広島、確かに。まあそれまでには届くでしょ。普通に11月頭には届くでしょ。11月1日とか2日とか。さすがにそんな前前日とかには届かんでしょ。そんな。こんばんは。いい席、4列目。またクアトロだよね、多分。あんまりなんか間がないの、久しぶり。つい最近やったじゃん、課外活動で。すぐ20何本にやって、8ね、1ヶ月に2回あるようなもんだ。1ヶ月の期間に短い。こんばんは。全然前日。こんばんは。じゃあこの配信は半までにします。今日は22時半。似てる。こんばんは。明日頑張ってね。早すぎるよ。まあ今日もたくさん寝たから2しよう。寝れなくないって。まあ努力はしますよ。まあ明日寝れたらいいや。早起き、起きるのは問題ないんですよね。寝るのが問題なんですよ。早起きしなきゃっていう時の。まあ寝ようとはします。今起きたとこ、それは何？昼寝？寝つき悪いって。寝るのベッドに入ってからってこと？でも最近はレッスンが続いてたからマジで早く寝れてた。1時とかレッスン続いてた時はベッド入ってもうすぐ30分とか1時とかには寝てて。でも今日は私はレッスンなかったから。どうだろうね。5分も横になってたら寝れる。すごいね。疲労が溜まってるんじゃない、日々の。5時半起きが一番早い。違うと思う。5時とか
ケロさんレッスン来てたって。今日レッスンなかったです。私は4時半起きとか。そうね、愛媛の時めっちゃ早かった。でも愛媛で5時かな。4時はあんまないかも。まあ5時ぐらいかな。枕高めです。4時はないね、さすがに。早くて5時ですね。この前の愛媛がめちゃくちゃ早くて5時。確かに4時に起きてもね、県外はいけんもんね、電車がないから。それはそう、4時に起きても。こんばんは。夜行バスのお仕事はさすがにないでしょ。ないですよ、今まで。さすがに夜行バスで行く意味が分かんないよね。新幹線とか飛行機とかでするなら。いつもよりアラーム多めにするって。私いつも多いから、それ以上多めにできない。1分刻み。目覚ましは一発で起きれるんですよ、私。もうなんか音が鳴った瞬間に起きれるんです。だからおはようツイート毎日起きれてるじゃん。音が鳴った瞬間に起きれるんですけど、ギリギリまで寝たいから止めて、あと5分はいけるなってちゃんと計算して、あと5分はいけるな。起きれるよ。おはようツイートをね、過ごすことないじゃん。もう数年続けてる。1年半。え、5分めっちゃ長いよ。朝の5分、あと5分伸ばしてくれたらめちゃめちゃ嬉しい。そうだよ、毎朝起きてるんだよ。タイマー投稿どうやってやるんだろうね。パソコン？携帯でできるんかな。どうだろう。でも怖くて結局起きちゃいそう。できてるか不安になって。だから結局起きるならまあ自分で。あれ投稿できてるかなって多分起きちゃうから。え、自動投稿慣れるまでね、慣れるまで不安だよね。自動投稿か。明日使ってみたらって。そうやね、明日絶対起きとるけん、リアルタイムでツイートされるのを見たらいいってことよね。明日8時は絶対起きて OK さ。何も私はツイート触らずに8時2分頃にできとるかなって確認すればいいってことよね。でも私夜準備するのが嫌なんですよね。夜深夜にさ、なんかおはようのこと考えるの嫌だから朝するんだけど、深夜さ、もう0時はパッてお仕事終わった時間の後に考えたくないんですよね、おはようのこと。だから朝起きて探してる写真1から。まあ0時までに考えたらいいよね。今は別に考えてもいいけど、もう0時を過ぎたら考えたくないんですよ、全く。だから0時前に、0時前までに終わらせなきゃ。
0時でちゃっかり終わってるので下書きもしない。朝8時40分に起きて写真探しからです。目悪くなりそうよね。え、お仕事のこと、明日のこと考えないよ0時過ぎたら。さすがに明日はコンサート前日とかやったら深夜までやるけど、それ以外はもう0時からはもう普通になんかプライベートタイム、 YouTube 見たり TikTok 見たり、お仕事は忘れる。だからおはようツイートの準備とかはしたくない。自分の時間、ドラマ見たり、さすがにでもコンサート近づいてきたら夜もずっとコンサートのことやるけど、普通の日は普通に0時からは自分の時間にしてる。 TikTok とか YouTube ドラマとか。そう、0時までです、ショールームとか。なので0時からはもう終わり。結構長いけどね、0時まで仕事があるって思ったら、ショールームできるって思ったら、 Twitter とか。コンサート直前はそう立ち位置の紙作ったり復習したり振り覚えとかもあるし大変ですね。まだですけどね、終わります。じゃあ壇上13位、フガーさん12位、ケンケンパーさん11位、ボンレスハム太郎さん10位、きちねさん9位、ひとしさん8位、ぽんたろうさん7位、はなゆきさん6位、たっくんさん5位、やーくん4位、やするぱんさん3位、みきやくん2位、やすべえさん1位、うどむさんありがとうございました。ということで終わります。おやすみなさーい。おやすみー。